市民課では7月の22日からお悔やみ窓口を市役所東庁舎1階の年金担当の窓口の横に開設をしております。ご遺族の方の負担を軽減するために事前に予約をいただくことで必要なお手続きを全部洗い出しまして、ワンストップでお手続きを可能にするものです。従来通りの手続きの仕方、ご自分に必要な手続き、書類は何かお調べいただいたり、最大で12課回っていただいて、各担当課で逐一1から書類を記入いただくっていうところでかなり時間がかかっていたと思います。お悔やみ窓口でおおむね60分ぐらいで最大で8課のお手続きが完結するようになります。お悔やみ窓口の予約の方法について教えていただけますか？まず死亡の届け出をご遺族様にお出しいただいた後にネットでご予約いただくようになります。10営業日前から受付をしております。1日あたり4枠ございまして、9時からの枠と10時半からの枠、午後1時半からの枠と午後3時からの枠です。ホームページまたはその LINE からご予約いただくようになります。で LINE の方法ですと、まずメインメニューから、手続きをしていただいて、お悔やみ窓口の予約というボタンが出てきますので、そこを押していただきます。フォームが開けますので、ご希望の日時を選択していただいて、必要な情報をご入力いただくようになります。確認をしていただきますとご予約いただけます。その後おおむね6営業日ほど空けてからご自宅に必要な書類のご郵送を差し上げまして、こちらで亡くなられた方の情報をもとに必要なお手続きを洗い出し、可能な限り事前に入力されている状態で書類をお送りしますので、記入の負担もだいぶ減らすことができるかなと思っています。ご予約いただいた日にお悔やみ窓口でのお手続きという流れになります。お悔やみ窓口に来庁してお手続きいただくことも可能なんですが、窓口にそもそも来なくてもお悔やみ窓口で行うお手続きは郵送で全て完結します。必要書類をご返送する中にお悔やみ窓口か郵送での手続きか選択できるご案内をお入れしています。ご希望の場合はお悔やみ窓口の予約をキャンセルしていただいて必要書類を全て返送していただくようになります。郵送だけで完結するっていうのは大きな負担の軽減になりますよね。そうですね、従来通りの手続きの仕方、各課を自分で回るということも引き続き可能にはなっております。ご遺族の方がご自身に合った方法をお選びいただけるという選択肢が増えたということですかね。そうです。ご遺族の皆さんの心の負担がかなり大きいと思いますので、お悔やみ窓口をご利用いただくことで多岐にわたるご遺族さんのお手続きのサポートを少しでもできればいいなと考えております。